政治家の秘書から議員になられる方いらっしゃいますよね。まずは産経新聞、2023年4月20日、自民大阪府議連会長が辞任へ、惨敗の統一選ぶやつ、党内混乱を受け、私は常々、いやでも自民しかあれへんねんで、って言ってるんですけど、この間の大阪府知事選ぶやつは、棄権しました。何の罰ゲームなんて思うぐらい、誰の名前も書きたくない。びっくりした。記事によりますと、自民の衆院議員、宗清の高一、比例近畿が、自民、大阪、府連会長を辞任する意向であることが20日分かった。9日投開票の統一地方選ぶやつ前半戦の惨敗を受けての決断で、当然やな。すでに関係者に辞任の意向を伝えた次期府連会長は、谷川のトムさんを軸に調整が進んでいる。自民府連は大阪府知事、大阪市長ダブル選ぶやつで、政治団体アップデート大阪が擁立した候補者2人を自主支援したが、党内では知事選ぶやつに擁立した候補者が過去に自民の憲法改正草案を批判していたことなどから反発が起きていた。そうそう、あの女に私入れたくなかったから行けへんかって。両候補とも地域政党大阪維新のあれに敗北した。わざとやろとか思ってしもた。さらに同日投開票の府議連は16日から7日に議席が大幅減、減っとんねん。大阪市議選ぶやつも14から11に減らしたことで、維新に初の議会過半数を許しており、責任を取った形だ。この宗清ってやつは、塩爺こと塩川正十郎の秘書やって。記事まだ続いてんねんけど、秘書やってんっていう話をしたよね。塩川正十郎って、ティグレの顧問、後に維新に移った谷畑の隆を自民に入れ込んだ人なんですね。谷畑の隆さんって、人権中小企業の上田の匠の秘書をしてた。上田の匠さんは部落解放同盟委員長をなさってた方。その秘書を自民に入れ込みはって。私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて、Amazon Kindle 電子書籍で出版してきました。先人の書を紐解くきっかけは、前の戦の争はなぜ行われたのか。それは帝国政府声明文に書いてあるで、っておっしゃってる方がいらっしゃって、だったら国会図書館のライブラリー見たらええんじゃねと思って、調べたら、芋づる式にズルズルって出てきて、先人の書を紐解けば歴史の真実わかるんじゃねと思って始めたんですね。もともとですね、社会統計の実にお偉い、肩書き立派な素晴らしいとされる先生とお仕事をさせていただく光栄な機会に恵まれて、政治学者ってこの程度でなれんのかいな。てか社会党ってなんなんっていう疑問がふつふつと。その時の責任者の方が定年後に友さんの党員として生きる宣言をした。友さんは共産のことやねんけど、あれ社会党信奉者ちゃうかったって思ったんですけど、社会党は社会の窓主義インターナショナル、実に恐ろしい。やばい国際組織に加盟する厄介な連中やってんけど、ともさん、コミッテル国際共産党第3インターナショナル、ともさん共産のことやねんけど、と、もともと同じ組織やったんですよ。この世の中は盛大なプロレスが行われてました。私たちが見せられてるものって、おそうめん劇場、おそうめん。自由なおそうめん屋って言ってんですけど、自由フリーおそうめんメイソン。中の国のともさん党と、日本のともさんの党は、同じ組織で、コミッテル国際共産党第3インターナショナルの一支部同士、世界各国の、友さんの党はコミッテル何々支部として誕生してるんですね。それを言うとコミッテルはもう消滅した言うて怒りたくなる方いらっしゃると思います。コミッテルには指導団体なるものがございまして、そこのことを私は自由なおそうめん屋って呼んでるんですね。先ほども言いましたよね、自由フリーおそうめんメイソン、おそうめん劇場。おそうめん屋さんのお眼鏡にかなった人しか大統領になれない国が、お米の国って書くところ、でんでんじいさんがやってるところ、塩じいこと塩川さんが自民に入れ込んだ、谷畑の隆さんは上田の匠の秘書をなさってた、ブラック解放同盟委員長をなさっていた上田の匠さんは、もともと日本の友さんの党で、次に日本の声っていう友さん系の政党に移ったんですね。日本の声は、新ソビエテタ連邦大好きやねんけど、中の国の友さんの党大嫌いねんっていうのを明確にした政党で、後にソビエテタ連邦なくなったやん。だから社会党に移りはって、もともと同じ組織やからどっちでもええねんみたいな感じなんちゃうの。で、谷畑の隆は、上田の匠が作った、ティグレの顧問をやって、社会党から出馬してて、自民に行って後に維新に移りました。維新の正体ティグレっていつも言っていますが、上田の匠系やと思うんですね。丸山の穂高さんが維新にいらっしゃった時、北方の領土は戦争をするしか取り戻されへんでって寄った席でおっしゃった。それが問題発言や言うて丸山さん放り出されて、今の代表の馬場信之と片山の虎之助が後ろ氏の大使館にお詫びに行ってんけど、プッチンプリみたいな名前の方がトップを務めてるところ、あら、やっぱり、ロシロシって、コミッテルのままちゃうの？コミッテルができたのは、ロシロシで大きな核の命が起こって、ロシロシ核の命、あれが成功して、レニンのおっさんが、
ホマをレーって伸ばす人、マルクス・レニン主義のレニンが第二インターナショナルから第三インターナショナルに独立させた、その名前を込み入ってる、込み入ってるの正式名称込みに載ってる。そこに行かなかった連中が社会の窓主義インターナショナルに行った。で、理解したらいいんですけど、余計な窓つけてますけどね。話が飛ぶようで飛ばすつもりがない。今回の洗脳教のお話に移りますが、小沢のいっちゃんの秘書をやってたババアいうやつが、ババの慶次郎ってやつが大阪の吹田市の市長選に出てはるんですね、維新から。小沢のいっちゃんってもともと自民にいて、左の翼もろ出しに頑張ってはったよね。吹田市って万博記念公園があるところなんですよ。で、今の吹田市の市長さんは後藤さんっていう方で、漫才師ジャルジャルの後藤さんのお父ちゃんなんですけど、まあいい感じにお仕事をなさってると思うよ。だってさ、維新というだけで通ったやつがいて、そいつが最悪やったから、ジャルジャルの漫才師のお父ちゃんの方がええやんってみんな思ってるはずやわ。吹田市長の後藤さんは吹田市の職員やって、そこに対抗馬として出してきたんが小沢のいっちゃんの元秘書やねんけど、逮捕歴あんねん、怖いわ。これが言いたくて元秘書とかいう話にしてんねんけど、2012年6月12日日本経済新聞、小沢のいっちゃんの秘書名乗る男を逮捕、交番で器物破損の疑い。記事によりますと、兵庫県警姫路署は12日同日未明に JR 姫路駅前の交番で机を蹴ってへこましたとして、小沢のいっちゃん民主党元代表の元施設秘書ババンの慶次郎容疑者34歳イコール大阪府吹田市泉町2を器物損壊容疑で現行犯逮捕した。逮捕時、ババの容疑者は小沢のいっちゃん元代表の秘書と名乗り、名刺を複数枚所持していたという。小沢のいっちゃん元代表の事務所は、ババの容疑者は約1年8ヶ月前に辞めていると話している政権交代の前には秘書をやってたということやな。2021年には吹田市議会の議員をやっとって、 YouTube のご自身のチャンネルで今につながる秘書としての学びと経験という動画、サムネイル小沢のいっちゃんとのツーショット写真、しれっと維新に入って市長選に出てんねんけど怖いわ。これたまたまツイッターで誰かがリツイートしてんので知ってんけど、私は今ツイッターやってないんですけど、誰もフォローしてないツイッターぼーっと見てた、って思ったんやけど、キモーって。やっぱり候補者経歴調べるべきやね。そしてみんなと共有すべきやわ。大阪の自民は猛省してください、強く反省してください。無理かな。我が国日本は資本主義国で、日米同盟があるからなんとかなっている国っていうことを肝に銘じて、それを守れるのはシステム上のお話ですよ。自民しかあれへんのよ。で、今現在の野党の連中、民主系、維新も含めて、オール赤い酸っぱい連中やから、託したらあかんのよ。自民の中に赤くて酸っぱい連中いっぱいいんねんけど、とりあえず自民を膨れ上がらせといて、後にゲバリンコして出ていくようにしたらええなと思うねんけど、あからさまな分かりやすい敵は入れたらあかんなって思いました。